ごめん、みんな。少しだけ、私の話を聞いてくれるかな。私は罪を犯した。私ね、お母さんと妹と、母さんは、私たちのために、私も、お金がなくても進学で、母さん、折れちゃったんだ。でしてシフトを増やしたみたい。妹は、おしゃれも、ゲームも妹が。あれ、妹に何回も謝ってた。私が絶対妹に。どうしてもヘアクリップが欲しかった。友達に譲ってもらった妹はすごく喜んでた。にしてね。なんて言えるわけなかった。お母さんには、私が盗んだんだ。すぐにお母さんに連れられて、お店に謝りに行った。家に帰ると、お母さんは糸が切れたみたい。しか、自分を責め続けて、お母さん、言ったの。あなたの幸せを掴んでほしい。私はこの学校でやり直そうと思ったんだ。今まで言えなくてごめん。お前の気持ちは理解できる。みんな、私は、確かに万引きをした。私はみんなと、このクラスで卒業した。当然だ。すごいな。